はい、第2スタジオにゲストをお迎えしています。本日東証マザーズに新規上場しました証券コード9522リニューアブルジャパン代表取締役社長真鍋克人さんにおいでいただきました。真鍋さん、おめでとうございます。ありがとうございます。株価を見ましたら、朝方寄り付きのところではちょっと売り物優勢だったんですけども、はい、今は公開価格1800円上回っての商い、はい、2000円の値段がついてましたよね、はい、順調なスタート、はい、ありがとうございます。やはり1800円の公開価格と、これは社長としての責任だというふうに思っておりますので、まだ今日クローズしてませんけれども、まず3時の段階で1800円を超えているといいなと、こういうふうに思っております。で、大変高い評価をいただいて本当にありがたいと思っております。人気のスタートと言っていいかと思います。ありがとうございます。ではその人気を集めてますリニューアブルジャパンって一体どんな会社なのかと、はい、いうことからご紹介いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。まず、今回の IPO でございますが、本邦初のグリーン IPO ということで、格付け会社さんも日本の格付け会社さん、そして海外の格付け会社様に私どもの事業そのもの、これを評価いただいてグリーンということで、IPO にを行ったということでございます。で、弊社の事業でございますが、RJ リニューアブルジャパンは一気通貫で開発発電事業を行っているという、そういう再エネの開発会社でございます。具体的に申し上げると、土地を探してきて、今までで言うと FIT の権利を取って、そして、その後に、開発発電所のその施工ですね、発電所を作り上げて、そしてそれをダイレクトに金融につないで資金調達を行って、そして発電所の管理を行うと。で、これをですね、弊社作った会社作って10年なんですけど、10年間同じことをずっとやってる会社でございます。おお、そうですか。一気通貫で、ですね、開発事業を行っていくと、はい、ということですね。では、その10年間、直近のですね、業績動向グラフ持ってきていただきました。これは過去3期間、2020年までですね、そうですね、5期間の売上高が年平均 62% 増、売上総利益粗利が、平均で3割弱、はい、伸びていると、そんな動きになっています。そうですね、私どものビジネスのベースである売上総利益、粗利ですね、は順調に成長しておりまして、今後も成長が見込まれております。で、私どものビジネスのには2つの収益の構造がございまして、フロービジネスと、はい、そしてストックビジネスという形でございます。昨年ではですね、ストック収入が大体4割ぐらい、そして、フロー収入が6割という形になりますけれども、今年は大体半々ぐらいで、来年は大体33対66と、ですから毎年そのフローの部分がパーセンテージが減って、ストックの部分が増えていくと、で、これは発電事業が増えてくるというところがメインになります。要はそうすることによって安定的な経営ができると、こういったステージに弊社は入ったということでございます。ストック型の収益がこれから拡大していく、はい、それによって、安定していくという見通しなんですね。はい、その、好調な業績を支えています御社のビジネスモデル の強みをご紹介いただけますか。はい、弊社の強み、また特徴というものが、3つございまして、1つ目が地域、もう1つが技術力、そして最後に金融と、で、おのおの説明させていただきたいと思います。弊社、会社作って10年になりますけれども、当初の私どものビジネスのパートナーさんというのは自治体さんでございます。自治体様のところに行って、土地をお借りして、そして、立地協定という、パートナーシップアグリーメントですね、これを結んだ上で事業を行っていくと、そしてその地域で事業を拡大していくと、オフィスを作って、そして人を雇って、そこで事業をどんどん横展開していく、これが私どもの基本的なビジネスのモデルでございます。で、当初8つの自治体様と立地協定を結んで、そして事業を拡大してきたんですけれども、現状で言いますと、ここに書いてあるようにですね、27箇所で事業を行っていくと、私どもの開発をして、その発電事業をやっていくという中では、地域とのパートナーシップというのは欠かせないものになります。私個人的にはこの27箇所だけではなくて、全都道府県に
私どもの事務所ができたらいいなと、こういうふうに考えております。2つ目に、技術力ということでございますけれども、私どもはゼネコンと同じ免許を保有していると。ですから、作ろうと思ったらライセンス上はビル作れるんですけれども、発電所、太陽光の発電所を主に作っていると、うん、ですので、他の方にお願いすることもあるんですけれども、うん、私ども自身で作れると。自分たちで作れる。自分たちで作れると。大変綺麗です。私どもの技術さんに言わせると、綺麗に作った発電所はきちんと管理されていると、事故も少ないんだと、そういうことでしょうね、こういうふうに言ってました。はい、ですので、優れた技術力を持っているというのが私どもの強みだというふうに思っております。最後に金融と、私自身はもともと金融出身の人間なんですけれども、私どもリニューアブルジャパンは金融のイノベーションを起こしながら成長してきた会社でございます。で、一つの例を申し上げると、プロジェクトボンドというですね、超長期で資金調達を行うと、これは銀行から借り入れるのではなくて、資本市場、例えば生命保険会社さんが買われたりとか、格付けを取って、はい、そして、証券会社に、資本市場で債券を売ってもらいますと、こういった市場、これアメリカでもすごく大きな市場があるんですけれども、日本でも少しずつ大きくなっている市場でございます。で、この市場において私ども発行体としてナンバーワンですと、見ていただければ 30% 以上が私どもでございまして、この市場はこれからもどんどん拡大していくというふうに考えております。これが私どもの金融、さまざまな形でですね、イノベーションを起こしてきた会社ではあるんですけれども、一つの例として申し上げたいと思います。地域密着、そして技術力の高さ、そして金融力の高さ、はい、3点ご紹介いただきました。はい、でさらに言いますと、その脱炭素化という大きな流れがありまして、再生エネ発電事業についてはこう社会的にも随分関心が高まっている。そうですね、そうですね。そこら辺の、環境面での交通整理をしていただいて、この先どういうふうに事業展開を行っていくのか、はいはい、そこら辺のご紹介いただけますか。了解です。まずですね、日本における再生可能エネルギーの、環境でございますけれども、過去2年間の中で、例えば脱炭素であったりとか、再生可能エネルギーとかですね、SDGs とか、これは新聞であったりとかテレビで見ない日がないと、ということだと思います。ただここにある第6次エネルギー基本計画閣議決定、法律になったら実は最近なんですね。10月の22日にやっとこう法律で閣議決定されたと、こういう形になります。このグラフにあるように従来の計画と新しい計画、こちらに関して言うと、大きくですね、再生可能エネルギージャンプしていると、こういうことが分かると思います。特に再生可能エネルギーが 12% 増えたというのが一つの特徴という形になります。ではその中の電源がどこが伸びたかということなんですけれども、太陽光が大体倍、そして風力が3倍という形になりますが、特に太陽光が頑張ると、2030年までの計画でございますので、そちらの部分で太陽光、そして陸上風力 を増やしていくというのが、この日本の国の将来でございます。その中で特に太陽光に関して私どもは力を入れていきたいというふうに思っているんですけれども、高い FIT に支えられながらは約過去55ギガの発電所が出来上がっております。今後8年間で同じぐらいの発電所を作っていくというのが日本の国の政策でございます。で、これもですね、国民負担が少ないノン FIT が中心になってくると、この中で私どもが、大きなリーダーシップを持ちながらシェアを取っていけるというふうに考えております。そして具体的なノン FIT の例としまして、東京ガスさんと、実際今年の2月に発表させていただいております、500メガの発電所の開発を目指すということで、最近ですと三菱商事さんとか伊藤忠さんとかいろんな会社さんが同じような発表させていただいて、されてますけれども、50数ギガなんで8年間これがみんなで頑張らなきゃいけないと、こういった、これが一つの例でございます。またですね、私ども日本だけじゃなくて海外で事業を行いたいと思っておりまして、今の計画ではアメリカ、そしてヨーロッパを考えているところでございます。わかりました。さらに今のお話で、この先10年間ぐらい見まして、御社がどういうふうに変わっていくのか、そこら辺のビジョンもちょっと突っ込んでお話しいただけるといいかなと。はい、
当初の私どものビジネスモデルというのは発電所を作って、アセットマネージャーというか第三者の方に持っていただくということをやっていたんですけれども、今後は私どもが、主に発電所を保有していきたいというふうに思っています、よく IPP とか発電事業者という言い方をするんですけれども、10年間の目標としまして、国内で太陽光で1ギガ、国内の風力で1ギガ、そして海外で1ギガ、これを10年以内に私どもはやっていきたいと、こういうふうに考えております。わかりました、これから先さらに大きくなっていかなきゃいけないですね、最後にですね、投資家株主の皆さんにメッセージを送っていただきたいと思います、こちらの左側のカメラから、2つありまして、1つはですね、私どもの事業、そのものがグリーン、でございます。私どもが事業をして事業を伸ばすことによって日本の脱炭素社会に貢献すると、そういう企業でございます。またですね、5年前に私どもインフラ上場ファンドをここで東京証券取引所で上場させていただいているんですが、同じタイミングでレノバさんも上場されていると思います、レノバさんはこの5年間で急成長されて、で株価も何十倍にもなったというふうに私は理解しておりまして、私どもは同じようにこれから急成長したいというふうに思っております。インフラファンドもすでに上場なさったもあるんですね、5年前ですね、5年前ですね、これさらに言えばこれから先今度はリニューアブルジャパンでもって大きくしていくと、はい、ありがとうございます。そういうふうに見てらっしゃるんですね、わかりました。本日東証マザーズに新規上場しました証券コード9522リニューアブルジャパン代表取締役社長真鍋勝人さんにお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。